西谷秀夫西谷秀夫は日本の教育者。専門は特別支援教育。障害者の職業訓練高校解説を目標とした。学校法人校の村学園を1969年に開校して多くの障害を持った子どもたちの職業訓練教育を行った。1951年に 高知市立朝日小学校で特殊学級の担任となり、1955年には卒業生の進路を保障するために中学特殊学級を県内で初めて設置する。1958年の中学校特殊学級、卒業生に就職のなかった生徒が二人おり、その卒業生のために1959年4月に大用高等部の場を作り紙箱製造を始めた。 昭和30年代初めには、カリキュラムの基礎資料、ーチプランを作る仕事の中心的な役割を果たした。1963年からは、高知私立養護学校教頭を務めたが、1966年に退職。資材により1969年に、四国初の私立高等養護学校である光の村、養護学校を開校した。 特別支援教育の指摘研究。田中誠石山高明宇川博之、矢野川幸則。2016年9月24日閲覧。ありがとうございます。